はい、どうも水溜りボンドです。お願いします。トミーです。渋谷騒がしいな、今日も。24日なんだよね、今日はね。はい。八王子にカップル 入店不可の店があるらしいんですよ。従業員の精神的な問題を考慮してカップルは入れないらしいんですよっていうのが八王子にあるらしくて、ちょっとじゃあそこ行こうかなと。はい、ということで八王子のまでとりあえず電車で行って、そこから2分ぐらいだよね、はい、歩いてお店に向かいたいと思います。はい、ということで京王八王子駅に来ました。こっから2分ぐらい歩きます。2、3分だそうです。じゃあ行きましょう。今日はクリスマスイブだからカップルが多いのかなと思ったんだけどさ。はい、そんなこともない。そうですねなんか全然いなくない、カップルとか。あんま見ないですね。なんか日本ってカップルいないのかね。いや、そんなことないと思いますけど意外といないよね。ここですね、見て、ピアピア。これ今年も何もありませんでした。当店スタッフが悔しがるので12月24日かっこ土曜はカップルの入店をお断りさせていただきます。で、賢者の転生カードもらえるんだって。あ、なんかこのさ、罰の書き方もいいよね。なんかこの男女がいて勢いありますね。勢いある感じがいいね。僕ら結構あれやってるじゃないですか、異世界に行くみたいな動画結構撮ってるんですけど、こっち面白くて、なんか異世界に行った時にこの使えるカードがもらえるらしいんですよ。異世界に転生した際、このカードをご利用して、ご利用で、賢者かっこ下位ランクに転生できますって書いてあるんだから、なんかカードもらえて、そのカードは異世界で使えるらしいんだよ。で、まあ確かでも異世界に行ったりするのめんどくさいって人はそれをトッピングとして用の剣として使えるらしいから、俺はちゃんと異世界に行こうって動画的にね。ここであれなんだね、券売機でまず買うらしいんですよ。何しよっか。いや、俺は絶対これだな。デラックスね。うまそうですね。絶対美味しいもんね。いいしないですよ。僕焼きチーズナポリタンこれです、はい、これ絶対美味しいもんな。はい、だからちょっと2つ行こう。これ違うのかな、ナポリタンデラックス。これこれ何、デラックスってどうだ。普通のデラックスがないと思う。ないんですかね、ここでのロスいや、デラックス探してる時間よ。いや、ナポリタンデラックスがデラックスじゃないの。そういうことじゃない。いや、でもミートソースデラックスもあるぞ。出ても大丈夫ですか。やばいですか、ここで。速攻で両替されましたよヘラヘラしてたら両替されましたで、これデラックスってこのデラックスがは これですか。ミートとナポリタン。あ、なるほど。でも、必死にナポリタンですか。じゃあ俺ミートでしょ。はい、機械弱いとか出てるから毎回緊張するわ。はい、ということでね、じゃあこちらね、この2つ。はい、もうじゃあ、食べます。見てこれ、賢者の転生カード俺もらったからねこれは名誉なのか。 SSR って書いてあります。いや、だって今年は練習の1年だったし、そもそも本気出してないし、そんなこと思いながらピアピアでミートソース作ってたら異世界に転生したまあまあ異世界で使えるカードらしいですよ。いや、これだけで動画撮れそうだね、普通に。異世界のね、カード。ということで、来ました。すごいぞ、これ普通に。なんかそのお店のキャッチフレーズで来たの、実際俺らは。はい、なんかそのカップルが入れない、あ、じゃあちょっと面白そうだなとか、なんか異世界がどうっちゃら、はい、じゃあちょっと面白い動画になりそうだなって言ってきたじゃん。はい、普通パスタが美味しそうっていう。はい、一石二鳥だちょっと見せますよ、こちらです。絶対美味しくない。いただきます。まずね、ベーコンの方が食べます。うんうん、いや、美味しい。脂身とその肉の部分のバランスがもう俺好みでしかない。わかる、このバランス。うん、幸せだ。ヨガス食べたいと思います。これは学生大好きなやつだね。あ、でも本当に美味しい。卵もね、割っちゃったりして。うわ、一番美味しいじゃん。
このお店大好きかもしれない。普通にカップルとかどうでもよくて今いや美味しそうですね。ね、美味しいぞ普通に。もうちょっとね卵を絡めました。味が変わるね。ちょっと まろやかになって、これはこれで卵とチーズがまた合うね。はい、ということでね、じゃあ必死に食べてもらおう。いただきます。うん、まあ、めちゃめちゃ美味しいですね。うん、だろうな。はいナポリタンだからね、また味が違うわけですよ。僕のはミートソースなんで。うん、なるほど。ナポリタンってやっぱこう昔ながらのさ、なんか美味しさみたいな、ずっとみんな好きみたいな感じあるよな。昔から食べてた。いや昔は別に食べてないけどイメージじゃん。イメージで昔食べてないよな、確かに。うるせえどこも使い分けてますね。うん。うん。バレたよね。いや。ちょっと野菜まだ残ってますよ。ノーカットで。なんでノーカットで行くんだよ。あ、本当に食ってるか分かんないから。そうです。いる？俺が野菜食ってるシーン。監視社会だわ。完食ですね。美味しかったです。今回の食レポでした。またあの下に僕のツイッター貼っとくまでぜひ食レポしてほしいところがあったら送ってください。ということで今回の食レポありがとうございました。はい、ちょっとお店の方にちょっとね聞こうと思って。でこれはあれなんですか、誰が考えたんですか、このカップルシェイクの、みんなの総意で。社長が社長は結婚なさってるんですか。してないです。あ、それでやだぞってことなんですか。まあこうあのピアピアで一人の人が多いので、だから今日はカップルで来たら嫌だなっていう。そうです、悔しがるっていう。日がめぐって、それはもういらっしゃるんですか。彼氏さんいらっしゃるんですか。私はいるじゃないですか。